はい、どうもです。今回はですね、こちらまんじゅうひとでっていう食材ですね。はい、ということで久しぶりですよ。島にいる未知の生物はもう食べ尽くしたと思ってたんですけども、いや、まさかまさかで、ね、まだいてめちゃめちゃ嬉しいんですけども、実はね、一回挑戦したんですけど、あまりにも調理が難しすぎて動画がボツになってしまって、今日はですね、2回目の挑戦となっております。で、なんでボツになったかっていうと、食べる部位が見つからなかったんですね。あれ、食べる場所ないな。で、今日はその反省を生かして、ゴリッゴリに圧力鍋で炊いてそのまま食べてしまおうかなと思っております。はい、ということで早速観察していきましょう。はい、こちらですね、まんじゅうひとで。普通ひとでって星の形をしてるイメージがあると思うんですけど、まんじゅうひとでは結構ね、丸っこいんですよ。丸っこい見た目してるんで、英語ではクッションスターって言われてるんですね。名前が可愛いですよね。で、裏側はね、結構ね、いかつい。いきますよ。はい、裏側はね、こんな感じです。ヒトデみたいな棘皮動物は反則っていう足が無数にあるんですね。集合体恐怖症の人にはね、結構厳しいかも。ちなみに皆さん、ヒトデの口ってどこか知ってますか？ここなんですね。この真ん中に口があります。こっから直接胃袋を出してサンゴを溶かして食べてます。そう、サンゴを食べるんで、まあ正直鬼ヒトデと一緒です。なんで同じことしてるのに鬼ヒトデ駆除されて、まんじゅうヒトデ駆除されないのってね、やっぱ思うんですけど、まあ世の中そんなもんですよね。可愛い生物って優遇されますからね。鬼ヒトデ気持ち悪いから駆除してしまおうと、そういうもんですよね。で、ちなみに鬼人でって大量発生してるみたいな感じでめちゃめちゃ報道されてたじゃないですか。まあ、そのせいですっごいいるイメージがあると思うんですけど、沖永良部島はマジでね、全然いない。見つける方が大変なぐらい。まあ、そんな駆除するレベルではないよね。奴らも頑張って生きてるんだから。まあそれは置いときまして、次ですよ。皆さん、人手の肛門どこにあるか知ってますか？これを話したかった。高校生の頃生物で習ってこんな知識どこで使うやろうなと思ったけど、今日話す気が来た。人手の肛門はこのてっぺんにあるみたいです。穴はね、よくわかんないんですけど、てっぺんにあるみたいですよ。こっちがケツなんですって。で、こいつね、すっごい硬いんですよ。これ音聞いたらわかると思うんですけど、めちゃめちゃ硬くて、このイボのところは正直触ってると石みたいな感じで、イボがない部分もわかるかな、かかとこする石あるじゃないですか。あれに近い感触ですね。まあ一応これもね、言っといた方がいいと思うんで言っとくんですけど、皆さん真似しないでくださいね。食べれるかどうかわかんないんで、皆さんは真似しないでくださいね。今までこんだけ動画やってきて一度も真似したって報告は聞いたことないんですけども、真似はしないでくださいと。はい、ということで早速さばいていきましょう。じゃあやっていきましょうか。まあ、これの実物がどうしても見たい方はね、チュラウミ水族館にいっぱいいるんで、チュラウミで見てください。これね、結構ね、形が変わるんですよ。わかるかな。多分だいぶ細長くなったんじゃないかな。ほら、だいぶ細長くなりましたよね。かなり硬い食材なんですけど、結構ね、自由自在に形変えられるんですね。はい、それではね、切っていきましょう。今回は食べる場所あるといいな。これめちゃめちゃ硬いです。お、やっぱり食べれそうな部位はないですね。これ一応ウニみたいな部分があればいいんですけど、これ全くもって食べれそうじゃないんですよね。はい、決まりました。これはもう圧力鍋でこのまま炊きましょう。鬼人でとかウニみたいな中身があればそれ食べようかなと思ったんですけど、やっぱないもんなんですね。で、あと匂いはね、結構ね、磯臭い香りがするね。内臓部分で食べれそうな場所があんまないんで、もうこれは圧力鍋で煮て食べていこうかなと思います。とりあえずね、一旦内臓を観察していきましょう。足側の方の断面はこんな感じですね。さっき言ってた管足っていう部分ですね。これが人手の足です。すごい硬かったんですけど、こういう硬い繊維が無数に並んでるんですね。で、中身はね、もう謎、水っぽい部位があるんですけど、これが何なのかすら分かんないですね。で、この辺とかね、おそらく腸なのかな。で、今日はこの肉厚のここの部位をね、食べたいなと思ってます。まあそうだよね、圧力鍋で炊くことを想定したんで、今回圧力鍋で炊いていきます。内臓ごと圧力鍋で炊いてやっていこうかなと思います。で、一応ちょっと食べれるかどうかテイスティング舐めときますね。久しぶりにサポニンを感じてるな。あー、これ結構サポニン強いぞ。サポニンっていうヒトデとかナマコが持ってる毒があるんですけど、それの味がします。あー、喉がイガイガしてきた。でもサポニンは水に溶けるんで茹でれば大丈夫です。はい、行きましょう。さて、入れていきましょう。すごいわ、今回は本当に食べちゃいけない味がする。でも食べれる気がする。じゃあ水を入れていきます。久しぶりに戦慄してるわ。ちゃんと毒抜いて食べよう。ちなみに食べれるかどうかって本当に分かってないんで、誰も食べてるっていう記事が見つかってないんで、よし、よいしょ。
まあ、普通圧力鍋って30分ぐらいだと思うんですけど、3時間茹でましょう。クタクタにしてやろう。はい、それではですね、4時間ぐらい経ちました。まあ、その間にね、ちょっとリフォームをね進めてて、ここがね変な感じになっておるんですけども、もうそこは置いといてね、見ていきましょうか。いや怖いなこれ。オープン。うわースープがオレンジ色になって何も見えなくなってる。大丈夫かこれ。中身を見ていきましょう。あーでもカニの匂いだ、すごいな。匂いはね、カニっぽい。硬い部分はね、ジョリジョリやったら取れるんですね。取れたところで可食部になるとは思えないんですけど、ただこっち側はこの硬い部分を取れば食べれそうじゃないですか。見えてきたな。とりあえず中身を出していきましょうか。うわ、なんだこれは。すごいな、結構中身あるんですね。これ卵なのかな。前回さばいた時は入ってなかったぞこれ。ちなみに触った感触はプリンみたいな感じですね。じゃあこの側部分も食べれるのかやっていきましょうか。触った感じ、下部分、こっちが上側でこっちが下なんですけど、下部分はね食べれなさそうな感じしますね。これね、全部硬い。すべての部位が硬いです。これ上も硬いし、下も硬い。で、これ表面めっちゃ硬いんですけど、これ取れるんで、これ取っていきましょう。うわ、食べ物に見えてきた。あー、でも言うて硬いな、これ取っても。相当硬いぞ。取れるんだったら車のタイヤを触ってるような感じですね。で、裏側も取れますね。取れるのか、引きちぎってるのか、どっちなのかわかりませんが。これ料理大変だわ。このね、白い部分、ここね、超硬いです。骨みたい。いやー、にしても、この生物を食べてる生き物っているのかな？クモヒトデとかだったらね、よく、石垣台とか石台の腹の中から出てきますけど、マンジュウヒトデはやっぱ見たことないもんね、食べてる生物。うわ、なんかちょっと、集合体すぎてちょっとやばいな。これちょっと苦手かも。この断面、あなたの食材を食べるっていうのは一筋縄でいかんな。めちゃめちゃ大変だわ。やっとだいぶ取れましたね。うわすごい見た目。はい、それではですね、ここまで来るともう完全に食材ですね。裏っ側キモいな。一応食べれるかね、本当にわかんないで、一旦このぐらいの量にしといて、まあこのぐらい、半分、この半分はね、甘辛く醤油で炊いて食べて、でもう半分はこのままでいただいていきましょう。セット。じゃあまずは料理酒から入れていきましょう。んでザラメ、そしてここに本日のメインディッシュ、まんじゅうひとでのひとかけら、これを入れていきます。でここに醤油、でここに落とし蓋をしてしっかりと味を染み込ませていきましょう。よし、いいかな。わ、全然色変わってない。よし、じゃあ盛り付けていこう。まずこっちがただ茹でただけのものですね。どんな味なのなこれ。あ、意外とそんなに硬くない。まあでも石ナマコぐらいの硬さだな。石ナマコ食べたことある人が日本に100人いるのかな。そんなもんだと思うんですけど、石ナマコと同じ硬さですわ。あ、でも意外と赤くて綺麗やな。で次煮付け、なんか普通に美味しそうやな煮付け。これはいい食材を見つけてしまったのかもしれない。ちなみに石ナマコは美味しくなかったです。全部同じ見た目や。煮付けやったら色味変わるかと思ってた。全部同じ見た目や。よし、完成しました。はい、それでは完成しました。楽しみですね。じゃあまずはこちら、もう YouTube 史上初めてなんじゃない、このおしゃれな感じで人手が映されてるところ。どんな味だろうな。これは無味です。茹でただけ。いただきます。あー、びっくりしたわ。めちゃめちゃまずいな。びっくりした。なんかね、食感としてはなんだろうな、この食感はマジでないかも。ザクザクのゼリーみたいな感じで、ほぼ味はないね。若干の旨味と若干の刺繍みたいなのがする。はい、気を取り直して煮付けいきましょう。こっちは味あるからね。あ、慣れた慣れた、この食感も。あー、これ皮が臭いんか。やばいなこれ。超臭いとか超食感が悪いとかそんな感じじゃないんだけど、なんだろうな、体が受け付けない味してる。で、あの硬い部分が取り切れてなかったんでしょうね。そこがね、砂みたいな感じでジャリジャリしてて、砂場に落とした
ザクザクのゼリーを食べてる感じで、皮の部分がすごい臭いね。皮の部分が紫外臭みたいなのをする。はい、ということで卵を食べていきましょうか。ちょっともう怖いです。もうちょっとプルンプルンの美味しいコラーゲンみたいになると思ってやったんですけど、これやばいな。食べちゃダメだわ。でも鬼人でと同じ雰囲気するわ。じゃあ卵いきましょう。これちょっとでいい、ちょっとでいい、ちょっとでいい。怖っ。こっちは逆に、うんうん、あくまでも言っとくんですけど、下手者界ではっていう話ですよ。まあ悪くない方かもね。悪くないね。他の鬼人でとかとほぼほぼ同じ味ですね。鬼人でからサポニンが抜けたような味。なんかサポニンでイガイガした味がするのかなと思ってたんですけど、全然そんなことない。サポニンないわ。でかつ薄いカニ味噌みたいな味で、臭みがないかと言われればそういうことはないんですけども、まあでもまあまあ決してリピートはしないけど、正直生で舐めた時、あの時にサポニンの味がとんでもなかったんで、おそらくねこの卵なんかな、何の部位か知らんけど、この部位もうサポニンの味しかしないんだろうなと思ってたんですけど、克服したね毒を。まあもちろん人生でリピートすることはない味なんですけど、サバイバル中とか、まあ、本当に食べ物がなくなったんだったら食べてもいいかなぐらいの味ですね。皮より全然うまい。はい、それではごちそうさまでした。いやー、なかなかね面白い刺激的な食材でしたね。まあ、今回ちょっとね残念な点としては、卵がね割と普通の味になっちゃってたんで、生の時点で一口味見しとけばよかったなと今後悔しております。まあ、ただねちょっとね、前に鬼人でを生で食べた時に10日間腹壊しちゃって、今回さすがに怖すぎて、ね、ビビっちゃいましたけども、まあ、舐めるぐらいやっとけばよかったねということでですね、まあ、皆さんはね食べないようにしてくださいといったところで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。